あら、もうこんな時間。私は腕時計にふと目を落とした。いや、何なんだろうね、あの野人ってね。しかし、随分と遅くなってしまった。それもこれも、どうにも埒が明かない。警察のせいである。まったく。日本の警察も頼りにならないわね。警察で時間を食って、しかも何にもならなかったのだから、腹が立つのも当然。私は相変わらずの独り言を言いながら、図書館の扉を開けた。腹が立ったついでに、なんだかお腹が空いてきちゃったな。食堂へ行って何か作ろう。大したものじゃなくていい。カップラーメンでも何でも。廊下を歩いて行って私はふと足を止めた。地下室のドアが開いているのだ。閉めたはずなのに。閉め忘れてないことはすぐに分かった。扉が開いているばかりでなく、中から明かりが漏れている。田所さんじゃないの？誰か入ったのだ。いや、今でも明かりがついているということは、まだ書庫に誰かいるのかもしれない。私は緊張した。何しろ空気銃で狙われたばかりなのだ。私は警察に電話した。武器になるものを探した。こっそりと地下室に降りていった。まあ降りようか、普通に。私はそっと扉を開けると、音を立てないよう静かに階段を降りていった。消したはずの明かりはしっかりと灯されていた。しかし、背の高い本棚がひしめく書庫は、かくれんぼをするにはもってこいの場所だ。明かりを消してもいいのだが、それではこちらも危険にさらされる。そうだ。確か階段降りたところに、バットがあったはずだわ。出た、バット。これは強力な武器になる。そんじょそこらの男には負けないんだから。私は書庫の奥の方を睨みながら、バットの方へと少し後ずさりした。そっと腕を隅の方に伸ばして、向けて伸ばす。この辺りに、なかった。確か、ここに立てかけてあったはずだ。犯人が持ち去ったのだろうか。私は再び書庫へと視線を戻した。仕方ないわね。私はスーッと息を吸うと大声で叫んだ。誰かいるの？私の声が広い書庫に響いた。返事はなかった。まあ、返事するくらいなら、こんなこっそり忍び込むなんてことはしないわよね。心臓はバクバク言ってるのに、そんなバカなことを考えたりした。いや、もしかしたら、もういないのかもしれない。何が目的で忍び込んだのかは知らないが、私が出かけたのはお昼頃だ。こんな夜中まで書庫に居続けては、私の帰りを待ってしまうだけである。もういないと考えるのが普通かもしれない。ここは素直に、あの体格のいい鬼村巡査を呼んだ方が得策だろう。私は階段を上り始めた。
書庫の奥で乾いた音がした。その物音で私の淡い期待は見事に裏切られたことになった。誰かいるのね。私がもう一度叫ぶ。なんだか腹が立ってきた。というか、もともと腹が立っているのだ。こんなこそこそと隠れてるやつのせいで、と思うと、どんどん怒りが膨れ上がってきた。隠れてないで、出てきたらどうなの？そう言うと、私は音のした本棚の間へと入っていった。静寂の中、空調の音だけが静かに響いていた。いる。心臓の音がやけにうるさい。血液が体中を目まぐるしく流れていく。思い切って。通路に飛び出してみたが、人影は見えない。どこ？どこ？どこなの？ん？何？何か砂ぼこりのようなものが落ちてきた。上！何この手。私が見上げるのと誰かに押し倒されるのは同時だった。体が床に押し付けられる。と同時にバサバサと重たい本が雪崩のように落ちてきた。胸が圧迫されて一瞬息ができなくなる。しまった。ぎんなー、まだ仕事してるのか？遠くで声がした。虹よ、こっち、こっちよ。しかし息が詰まって声が出せない。その時ふっと体が軽くなった。人影が私から離れたのだ。銀南いるんだろう。声が近づいてくる。虹を。うわ、どうしたんだ、銀南。虹を。なんかこれ女の人いない？私は咳き込みながらも、ようやく声を出すことができた。気をつけて、誰か。足音が階段へとかけていった。う、立ち上がろうとした時背中に激痛が走った。いた。ぎんなん大丈夫か。虹は山になった本を払いのける。足音は階段を駆け上がり消えた。私は追いかける力もなく、その場に座り込んでいた。警察には届けないの？虹がコーヒーを運びながら踊るだように言った。だって、さっきも全然取り合ってくれなかったんだから。私は痛む背中を気にしながら言った。二条は、私が空気銃で狙われた話を田所さんから聞いたらしく、図書館に駆けつけてくれたらしい。それは嬉しいのだが、まったく、田所さんは二条に何でも喋りすぎだわ。でも、妙な話だね。二条がソファーに腰を下ろしていった。さっきの女の人っぽい影は何だったんだろうね。何が？
空気銃の次は本の攻撃だよ。それがなんで妙な話なの？私はコーヒーをすすりながら聞いた。わからない？うん。殺す気はないんじゃないかな。その言葉に私はコーヒーを持つ手を止めた。なるほど。ただ怪我をさせるくらいが目的なんだよね。そうか。殺す気があったなら空気銃を使ったり忍び込んでる書庫の電気をつけっぱなしにしたりはしないだろう。つまり何か欲しいものがあるのだ。私の行動が迷惑なのだ。いたずら好きなのだ。妥当に考えたらまあ2番かな。私を殺す気はない。でも私を脅かしている。つまり私にこの事件から手を引かせたいのね。私は虹尾に言った。逆に言うと何かあるってことだよ、あの心中事件に。うん。でもそれが一体何なのか。みんな死んじゃってるんだもんね。そう、死んでる。私はコーヒーのカップを置いた。でも誰かが私の行動を邪魔してる。つまり真相がわかると今生きてる誰かが困るってことだわ。ねえ、銀奈。何？本当にあの一家の死は自殺なのかな？その質問に私はきっぱりと答えた。あれは殺人よ。あれは自殺だよ。これはこっち、あれは殺人よにします。え、そうなの？虹尾が驚いて声を上げる。私は大きくうなずいた。初めから感じていたことではあるんだけれども、何不自由ない家庭、家族がある日突然自殺だなんておかしいと思わない？まあね。さっきも言ったけど、やっぱりこの事件には隠された真相があるに違いないのよ。銀南、大胆な意見だとは思うけどさ。虹尾は不満げに言った。殺人だっていう証拠あるのかい？まだなんだけど。それじゃあまだわからないじゃないか。そうね。でもそこを立証できれば真相にぐっと近づくってことだよね。その通りよ。私はゆっくりとコーヒーを飲んだ。私を殺す気がないと分かれば全然怖くないわ。絶対調べ出してやる。その時電話がけたたましくなった。ちょっとびっくりしたぞ。びっくりした。私は急いで受話器に飛びついた。もしもし、もしもし、鬼村だが。電話は鬼村巡査からだった。初めて会った時はなんて怖い人だと思っていたが、あのあと何度か見回りにこの図書館に寄ってくれている。あ、こんばんは。警察の厄介になったそうだな。鬼村巡査は相変わらず淡々としている。もう連絡行ってるのね。私は呆れたように言った。古川家一家心中事件について調べてるって聞いたぞ。ええ、まあ。鬼村巡査は少し黙っていたが、やがて口を開いた。
昔、その事件に携わっていたことがある。何ですって？意外。それを聞いた私は、目の玉が飛び出しそうになった。本庁にいた頃にその事件を担当した。一瞬自分の耳を疑った。なんという偶然。いや、この洋館の気味悪さを考えると、偶然というには何か不思議な力を感じずにはいられなかった。本庁って、鬼村さん、なんでまたそんなところに？そんなことはどうでもいい。鬼村巡査は感情のない口調で言った。鬼村さん、当時の警察の捜査について何でもいいから教えてくれませんか？鬼村巡査は何も答えなかった。しかし、しばらくの沈黙の後に突然私に質問をした。探偵の話を知っているか？探偵？私が聞き返す。そういえば探偵って何か言ってたね。ああ、古川の妻、勝子に雇われていた探偵だ。探偵、神宮寺？当初、あの一家心中事件は、自殺と殺人の両方の線で捜査が進められていた。はい。殺人の疑いがあったとき、その探偵は容疑者として扱われたこともあった。事件の容疑者。だが、物証も動機も見つからず、結局は無罪放免。釈放された。その男の名前は何て言うんですか？受話器の向こう側でドタバタと音がする。ああ、あったあった。メモか何かを探していたらしい。浅沼徹という名前だ。あ、これなんか見たことない？この名前。ちょっとタッチしよう。浅沼徹。いたよね。浅沼徹ですね。私はメモにペンを走らせた。あれ？そのペンがふと止まる。どうした？浅沼徹って言いました？ああ、なんだろう、どこかで聞いたような。田所さんから聞いた、電話で聞いた、工事現場で聞いた、キャバレーで聞いた。聞いたことはない。これは知ってるね。どうしようかな。工事現場だね。これを選択します。そうだ、あの工事現場だ。平山さんの机の上にあったあの雇用者リストだ。そうなのよ。どうした？黙り込んだ私に鬼村巡査が聞いてきた。鬼村さん、その男、平山さんのところで働いてるかもしれません。何？私は工事現場の雇用者リストに載っていたことを鬼村巡査に話した。それは何かあるな。偶然とは思えないですよね。よし、明日その工事現場に行ってみよう。私は鬼村巡査と待ち合わせの約束をし、電話を切った。翌日、胸が高まっていた私は珍しく早起きをした。
鬼村巡査との待ち合わせまでまだかなりあるわ。そうつぶやいた私は、時間つぶして書庫の整理をすることにした。まあ、仕事は少しでも進めておくに限るしね。そうそう仕事を放っておくわけにもいかなかったし、何より誰かさんが落としてくれた本の山を片付けなくてはならないし。夏だというのに書庫はひんやりと涼しい。もちろんそれでも重たい百科事典を担ぎ上げているときは汗もかく。だけどこの洋館の中で一番過ごしやすい場所であるのは間違いない。 1,2 時間時間を潰すにはもってこいだ。さてとどこから片付けようかな。まさにそう思ったその瞬間、誰かいる？女性の声がロビーの方から聞こえてきた。はーい。私は大声で答えておいて急いで階段を駆け上がった。あれ、玄関に立っていたのは平山明子の娘ユキだった。今日はいかにも学生らしい格好で本を抱えて立っている。こんにちはとユキは言った。いらっしゃい。とりあえずそう言ってみたものの、あのユキがわざわざやってくるなんて一体どういう風の吹き回しかしら。図書館に何の用？私は聞いた。図書館じゃなくてあなたに用があるの。ユキは少し笑って言った。時間あるかしら。もちろん、どうぞ。私はユキを談話室へと案内した。私に用って何？私はコーヒーカップをテーブルに置いてから言った。先日はごめんなさい。私、つい意地張っちゃうの。そうらしいね。お母さんが立派すぎるのかしら。それもあるわね。ユキは素直にうなずいた。母はよく働くし、才能もあるし、男性にもモテる。けど、私には情熱すらないの。まだ若いのに、決めつけることないと思うけどな。私も素直に答えた。でも、もう22歳よ。人生、あと70年もあるじゃない。70年?ユキが笑った。そういう考え方もいいわね。いかにも自然で若々しい笑顔だ。それに母には彼氏がいるし。いいじゃない、お母さんまだ若いんだし。もちろん私だって構わないのよ、母に恋人がいても。ただ、あんなに年下だなんて。それって、私は言った。持田さんのこと？虹用のこと？なんで虹用になるんだろう。一番を選択しよう。あら、知ってるの？ああ、やっぱ付き合ってんのか。ユキがびっくりして言った。まあ、勘だけど。私はうなずいてそう言った。でも、別に不釣り合いじゃないと思うけど、タッチしよう。
うん、なんか出てきたけど。うん、二人の組み合わせ自体はね。ユキも同じようにうなずいてみせた。それでもユキさんは気に入らないみたいね。父親としては確かに若すぎるけど、タッチ。恋人ね。母は母よ。それは構わないわ。じゃあ何が？うん。ユキはちょっとためらっている様子だった。ねえ、ここに心中した忠夫さんたちの持っていた本があるんでしょ？ええ。見せてもらえる？いいけど、私はテーブルの下に置いてあった例の百科事典をユキに渡した。これがその本です。百科事典？そう、しかもこれ一巻だけ。ちょっと妙でしょ？何か意味があるのかしら？この本にはあなたの名前が書かれているのよ。私の？ユキは目を見開いた。そう、ほら。私は裏表紙をめくってユキに見せた。ここに。その時だった。ユキという書き込みを見た途端、ユキの顔がさーっと青ざめた。また来るわ。いなくなっちゃう。そう言ってユキは突然立ち上がった。どうしたの？何かこれが。私の言葉は耳に入らない様子で、ユキは足早に出て行ってしまった。私は急に一人談話室に残された。何なのよ一体。しばらくの間、私は乱暴に閉じられたドアを呆然と見つめていた。